ているんですか？皆さんこんにちは、 HKT48 の豊永亜希と B カレンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何をするんでしょうか？福岡県には魅力的な6つの観光エリアがあるんですが、今回は第3弾として建築エリアで神楽の里鬼すごい建築というテーマで選んだおすすめスポットを楽しんでもらおうと。鬼すごい、鬼鬼、なんかもう後ろがまず鬼すごいというか画角的に分かってるんかなぐらいのでかさの鬼すごい椅子と鬼すごい机、鬼すごい写真ね、これでね撮れそうだよね。どうやったら撮れるんだろうね。でもクローンとかしたドローンじゃないそれドローンだ。福岡撮影中。はい、最初にやってきたのは築城町にあります旧倉内邸にやってきました。すごい大豪邸すぎますね。今回ご案内していただく館長の高橋さんに来ていただいてます。はい、高橋と申します。よろしくお願いいたします。はい、ここ旧倉内邸は明治から昭和初期にかけて筑豊地方を中心に石炭産業で栄えた炭鉱主3代にわたっての住宅です。はい、今年で一般公開開始しまして10周年となります。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。はい、ここがお客様をお迎えする大玄関間です。はい、下が大理石。うわー、あの住めますよね。はい、全然全然一人暮らしでもでかいぐらいのはい、それから、応接間に入る。広い。はい、まず見ていただきたいのが欄間ですね。わー、すごい。一番上がひし形、真ん中が長というんです。一番下があの麻の葉という、あの見たことありますよね。はい、浴衣とかに。あ、そうですね。それからとても素晴らしいお庭なんですけど、どこのお部屋からご覧になっても四季折々の多彩な風景がご覧になられるんですが、ここはあの反り橋、下の方の水鏡として映ってメガネ橋にもご覧になれません？はい、すごいね。そしてこれが百日紅、まあ猿すべり、とてもいい色ですよね。これがもう一つ向こうに行くと、この猿すべりが素敵な演出をします。ここからはあの猿すべりが演出、ちらっと見てください。さっきのですね。はい、はい、わあ、すごい素敵でしょう。猿すべりが演出してくれてます。で、ここがお客様専用、夏専用の大理石のお風呂、トイレですが、ちょっとご覧ください。タイルも素敵です。わあ、結構近代的ですね。でしょう。そして一番最後の大広間で18畳が2間、36畳、天井が3メーター45という。すごい。どうぞここにお座りください。はい、あの山並みとあの、灯籠の上に月が上がるんです。わ、そしてずっと上に来たら水鏡としてあそこに映ります。庭園、このお庭が、もてなしのメインですもんね。はい、お煎茶です。こんな、なんかすごい景色見たことなかったので、なんか見る機会もないからなんかのどかになります、心がこちら あの公開自体は予約とかは必要なんですか？はい、一般のお客様はもう随時よろしいんですけども、団体様、20名さん以上は、申し込みがいりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、わかりました。ぜひお見えになってください。はい、はい、よろしくお願いします。福岡撮影中。続いては宮古町の松木果樹園にやってきました。イエーイこれは今どうなっているんですか？あと2人入れます。はい、というわけで今回ご案内していただく岩崎さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この松木果樹園では、一年中さまざまな、果物を栽培しておりまして、その中でも、農薬等を使わずに、有機肥料で、栽培しておりまして、
そこからフルーツ狩りやこちらの直売所でフルーツを購入することが可能でございます。あ、じゃあここの直売所でも楽しめるというわけなんですね。はい、で、隣接にあります、フルーツ工房 F というところで、季節のフルーツを使った、デザートや料理を食べることができます。え、本日食べさせていただけたりするんでしょうか。はい、もちろんです。こちらが桃園で採れたブドウを使ったパフェと、イチジクのパフェでございます。どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。いただきます。うん、みずみずしいですね。甘いけど爽やかですごい美味しいです。うん、美味しいで、クリームもなんか濃厚、なんかめっちゃトロトロしてて美味しいです。松木果樹園では、フルーツ狩りや直売所の方でも、フルーツを販売しておりますので、詳しくは松木果樹園の、インスタグラムを、見ていただけると詳しいことが載っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私たち今からこれも全部食べる、はい、もちろん食べさせていただきますので、はいはい、ちょっとお時間をいただきますが本日はありがとうございました。ありがとうございました。豪華撮影中、鬼すごい建築、最後にやってきたのは豊前市に建築神楽を見にやってきました。はい、というわけでですね、今回は豊前市の黒土公民館で練習をされているということで見学に来たわけなんですけれども、今回ご案内していただく安枝さんです。よろしくお願いします。はい、ます。もうすごい音が、はい、そうですね、ですけども、はい、お二人は神楽というものをご存知ですか？私は一度お仕事で学ばせていただいたことがあります。あまりわからないかなと思うんですけど、神楽を簡単に説明しますと、神楽というものは、神様に感謝をして祈り捧げる舞を行うことが神楽と言われておりまして、建築神楽ですと通常であれば200回以上年間に神楽の奉納がされていますし、また現在30もの団体が活動していまして、そのうちの28団体が国指定の重要無形民俗文化財にも現在、はい、指定されています。で、今日は黒土神楽講さんに見させていただくんですけど、豊前市で言いますと5つの神楽団体と1つの神楽保存会が現在も活動しております。あら、はい、すごいですね、迫力が。今やっている岬神楽というのは豊前地方で最も代表的な演目と言われています。で、鬼の面をかぶったのが岬鬼というもの で、はい、で神職の格好をしたのが火方と呼ばれる2人が登場する演目となっています。で、日本の神話とかで言いますと、国が作られた時にですね、天から神様が降りてきた、その場面を表したのがこの岬神楽というふうに言われてます。いや、どうだった？今見てみて。うん、鬼すごかったですでもお二人がせっかくこちらまで来てくださったので、ぜひ体験をしてもらえたらと思ってるんですけど、やってみませんか？やってみたいです。いいんですか？はい、ぜひこのやってみたいですね。やってはい、大丈夫です。豪華撮影中、先ほど体験できるとお伺いしたんですけれども、はい、お願いしてもよろしいでしょうか？いいですよ、やってみますか？ありがとうございます。はい、先ほどのお肉は別にですね、はい、盆神楽って言って、ちょっとこう、米を持って回転するちょっとアクロバティックな神楽あるんですよ、はい、それちょっと、今日はお二人にやってもらいたいなと思って。すごい、できないですよ。いや、それができる、できる。どちらが上手だったかを、じゃあちょっと判定してもらうこともできます。あ、できます、はい、はい、いきます。え、ちょっと、もうちょっと上げる。そう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 
おいいね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 。オッケー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 。はい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 。ちょっともう。いやうちはもっとやりますよ。もう後に引けない。では。徐々に上げる。あもうなんか撒き散らしたな今。ね。怖えな。勝敗はですね、最後に何かお知らせすることとかはありますか？そうですね、今体験してもらった、神楽、ここあの慶竹地区には、たくさんの神楽校、神楽の保存会とあります。で秋になるとですね、どこの神社でも必ずどこかの団体が神楽を奉納しているという、状況が続きますので、皆さんぜひぜひですね、慶竹地区の方に足を運んで本物の神社でも見られる本物の神楽を見ていただきたいなと思っています。ありがとうございます。本日はこちらこそありがとうございました。福岡撮影中、いやもう朝からたくさんの慶竹の面白いところを回れて、ね、美味しいパフェも食べたりしたし、でっかい椅子も見たし一番印象に残ってるのはやっぱり体験できたお米の舞とか神楽とか、はい、というわけでですね、今日紹介した場所以外にもですね、ここ慶竹にはたくさんの魅力的なスポットがありますので、ぜひ皆さんも遊びに来てみてください。詳しくは概要欄の新しい福岡遊びをご覧ください。というわけで、はい、じゃあもう終わっていいですか？いやダメですね。あれ、それでは皆さんあきさんは、私との勝負に負けちゃったので、あの、豊前のご当地 B 級グルメの鬼麺、辛さが売りですけど、はい、普通に美味しい辛さなんで、と罰ゲームにならないから、今回ちょっと番組特製にすごく辛くしてもらってます。わざわざ、大丈夫ですか？うん、大丈夫だけど。ああ、涙が出る。辛い。辛い。ということで、チャンネル登録お願いします。見てください。